ここには1億円の価値があるシャベルがあると噂されている。一つの夢をつかむために他の夢を捨てる。それってまるで、YouTuber みたいじゃないか？いや何言ってるか意味わかんねえよ。てか前は1000万だったのに今度は1億なの？そう、そんな高価値なシャベルを求めてまたもやクエストを進めるぞい。覚悟はできてるな。そんな覚悟が必要なことが待ち受けてるの？いや別に。ふざけんなよ、早く始めろよ。それではゲームスタートントーン。お、早速レシピが表示されてますね。なるほど、最初はこのしょっぽいシャベルを作れってことか。でもこの素材はどうやって手に入れるんだ？うむ、世界観とかがよくわかんないね。この作業台で作っていく感じか。おお。おお、最初から入れてくれてるじゃん。ここに入ってる素材を並び替えたらいいだけね。ほほう、それだけでいいとは舐められたものだね。あれできない？舐められて当然だよ。お前はどう見ても並びが違うだろ。並びが、えへへ、これは失礼しやした。ということで1ドルのシャベルが完成じゃい。それでこのシャベルを使って何をするかだね。シャベルの説明に何か書かれてるんじゃない？デッドブッシュと書かれてますね。デッドブッシュな。つまりこれで枯れ木を破壊しろってことだ。今持ってる木の棒たちだね。この木の棒が今後必要になってくるのかな？おんおん、壊れちゃったよ。俺が大切にしてたシャベルが壊れちゃったよ、ピエーン。どんだけ1ドルのシャベルに思いを入れてるんだよ。また作って、どんどん枯れ木を回収していってみよう。お任せあれってんだ。よし、新たなレシピが解放されたね。次に作れるものは何々？多くの木材か。でも当てね、これが作れちゃうってことはさ、木のシャベルを作れちゃうってことなのでは？あ、確かにそういうことだ。いやでも所詮作れるって言っても木のシャベルごときだからね。木のシャベルごときだと？マイクラの初めは木のツールから始まるという初歩的なことを忘れるんじゃねえぞ。めんどくさいやつの地雷はよくわからん。ってなわけで、木のシャベルの完成だ。これでいろいろなものが回収できちゃうんでない？おお、4つも破壊できるものが書いてあるよ。なるほど、草とかが回収できるんだ。え、あの綺麗な青砂はまだ回収できないのか。所詮木のシャベルって感じだな。さっきと言ってることが違うぞい。でも、種を回収できてもその種はどこに植えるんだろうね。ああ、言われてみれば、敵のシャベルさんの耐久値が半端なく低くないですか？草5回買っただけで壊れたぞ。それで、この種はどこに植えるんだ？植えるところ植えるところ。あったあった、ここに植えたらいいのね。こんな地味なところにあったのか。お、シャベルで骨粉を回収できるって書いてあるみたいだよ。マジでマジで？だがしかし、俺には本当にそう書いてあるのかわからないから、アテネが嘘をついてる可能性があるんだよな。そんなしょうもないこと疑ってないで早く回収しろよ。キノコから回収できるみたいだよ。なるほど、この謎の奉仕はそういう意味があったのか。自分の存在を俺たちにアピールしてくれてたんだな。よくアベルがやってることだね。ほら、骨粉たくさん回収して早く育てようよ。あいあいさー。ほらこの謎の白い粉で急成長。いやんなんだか素敵な色。いやいや本当になんなのこの色？雪に適した小麦が育ってるってこと？ふむ、その季節に応じた色の小麦が育つ。なんだかメルヘンチックで素敵やん。でも絶対にこれパンを作るって目的ではないよね。この小麦を原木に投げろって書いてる？ああ、そういうことね、完全に理解した。つまりこいつは魔法の粉ですげえことが起きるってわけだ。わあすごい、本当に変化しちゃった。この魔法の原木を元にシャベルを作るってことだね。そして、俺の推理が正しければなんだけどさ、多分この原木食べれちゃうんじゃないかな。はあ？どうしたの？木は食べ物じゃないよ。いやそういうことじゃなくてさ、小麦を元に作られたってことは、食べ物として扱えるんじゃないかと。まあそんなバカな発想は置いとくとして、今原木と一緒にレシピも手に入れたよね。そうでございます、はい。やはりな、この原木を使ってシャベルを作るんだったのか。結構な価値がありそうだけど、多分まだ100ドルとかの価値しかないんだろうね。だね。お砂糖、スパイス、素敵なものをいっぱい、全部混ぜるとむっちゃ可愛いシャベルができる。パワーパフがあるぞやめろ。よし、これで他に壊せるブロックが増えたわね。なんとかかんとかパウダーって書かれてるんだけど、もしかしてこれあの謎の青い砂のことなのでは？ああ、多分それのことだよ。こんな綺麗な砂普通のマイクラにはないからね。ということで、新たなレシピをゲットしたぞい。そんで、左側にもちょっと明るめの砂がありました。新しいレシピとしては、この砂を9個にして固めるってやつだね。普通のマイクラにもこの砂追加してくれないかな？ねえねえ、5年後ぐらいのマイクラがどうなってるか予想していい？工業の発展が進み機械化が激しくなってると予想します。おいおい、完全に現代に近づいちゃってるじゃん。でも今後アップデで何が追加されるかは気になるよね。そしてまた新たなレシピが追加で入りまーす。見たことない魔法の作業台、そしてさっきの砂を固めたものをさらに組み合わせたブロックだね。ほう、どっちとも普通に作れちゃいそうだね。それじゃあベル、素材集め頑張って。おーん。ってなわけで魔法の作業台の完成じゃーい。え、なに？
5×5 のクラフティングテーブル？そんなの聞いたことも見たこともないんだけど。まずさっき作った作業台が手持ちにないんだが。ふむ、英語で何かしろと書いてますねー。フローズンシャベルでキノコを回収しろって書いてるんだよ。でも、本当にさっきの作業台は何だったの？わからないことを考えても結局はわからないだけなんだし、そんな無駄な時間過ごすより前に進むことが先決なのでは？当たり前のことを当たり前のように言うな。キノコを回収してもレシピが追加されないね。まだキノコの力が足りないというのか？これでもまだキノコ力が足りないというのか？あ、シャベルの寿命と引き換えにレシピをゲットしたよ。キノコを固めてキノコブロックを作るのね。今夜の晩飯はキノコ尽くしだな。お、また新たなレシピゲットしたぞい。5×5 のレシピじゃんこれ。レシピが分かっても、作業台がなかったらどうしようもないのに。と思うじゃん。実はここに作業台が置いてあるんだよな。ってことは、さっきのレシピも作れるわね。すごい、こんな作業台も存在してたなんて。多分さっきのレシピ的に今ある素材で作れるんだよな。高温な感じに並べたら？うわお、見たことない謎のステッキができちゃった。シャベルではないよねこれ。マッシュルームステック、キノコの飴、美味しくはなさそうだよね。何でも食べる方向に持ってくな。それでアベル、新しいレシピが追加されてるみたいだよ。ほほう、今度は合成にキノコブロック3つときたか。まあ余裕で作れちゃうんですけどね。わあ、キノコスティックの次はキノコの剣ときたか。一体これで何をさせようとしてるんだ。アテネさんアテネさん、これをこいつらにポイッとしますとね。こうなっちゃうんです。何がどうしたらそんなことになっちゃうの？そして先ほど作ったキノコソードでこいつを撃つのです。うへへ、覚悟はできてるな。痛ーい。いや一撃でかなり体力削られてるやん。装備もなしにゴーレムに挑むとか無謀だよ。バカの単細胞だよ。ボロクソ言いますやん。だがしかし、はめてしまえばゴーレムとエイドただの雑魚。はめてしまってたらの話ですけどね。ああ、今ちょっとだけ希望が見えてたのに、アベルが死ぬのも時間の問題か。と思うじゃん。アベルさんが余裕で大勝利しちゃうのでしたー。む、なんか見たことないキノコの卵ドロップしたわね。卵じゃなくてルビーだった。で、新しいレシピも獲得したと。いやめっちゃキノコブロック要求してきますやん。フローズンシャベル作り直さないといけないから、地味にめんどくさいんだよね。ほらアベル頑張って。おんおんおーん。そんなこんなで素材が揃ったので作っちゃうよん。おお、ようやくキノコのシャベルが作れたわね。でも、まだ1億までほど遠いんだけど。いやいやアテネさん、ここまで来たらもう俺たちの勝利みたいなもんだよ。あとはこのキノコのシャベルをパララッとグレートアップするだけだからね。え、今キノコのシャベル捨てたらキノコシチュー生成された？そんなシャレた機能があったとは。でんで、このキノコシチューを豚さんに投げてみるやん。こうなっちゃうんだよなぁ。いや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 意味がわかんない。説明通りに進めてるだけなんだけど全く意味がわかんない。お、キノコの剣の前では抵抗することすらできないのかえ？反撃してこないからって言い切ってんじゃねえよ。わお、すごいバラエティに富んでそうなレシピ来たな。今までゲットしたすべての素材を組み合わせるのね。そしたらあら不思議？さっき作ったシャベルと変わんないように見えるけど、アップグレードされて金額がさらに上がってるわね。だけどまだこいつは強くなれる。強くなると見込んでポイ捨てだい。ポイ捨てしたらレインボーのレシピが追加されちゃった。そしてこいつもスーパードゥーパーアップグレードマッシュルームシャベルに変化したぜ。いや無駄に名前投げーな。でも、あとはこのレインボーレシピのシャベルを作るだけだね。うむ、やること多くて結構早足になっちゃったけど、もうゴールは目前だぜ。疲れちゃ、めちょ疲れちゃ。だけどこれでレインボーシャベルの完成だー。イエーイ。このシャベルはどんな性能を持ってるんだろうね。なんといっても1億円の価値があるシャベルだぜ。もうチート級の性能を持ってるに違いないって。早速使ってみよう。まずはどれぐらいのスピードでブロックを破壊できるかだよね。そりゃダイヤのシャベルに最高のエンチャントが付与されてるレベルだよ。ほら早すぎてての描写が間に合ってなかったよ。しかも土以外のブロックも普通に破壊できてるじゃん。もう何でもありの万能ツールだよこれ。そして、いろいろとこのシャベルには機能がありましてですね。1つ目、草ブロックを禁止ブロックに変えちゃいます。わあすごい、のかどうかわかんないけど、禁止にしたらいいことあるのかな。まあ一応キノコ系が関係してるからね。そして2つ目、自分の向いてる方向に少しだけテレポートができちゃう。いやもうシャベルの性能の範囲内超えてるよ。まあ、本当にちょっとしか瞬間移動できてないけど。そんで3つ目、自分の下のブロックを岩盤まで掘ってくれます。4つ目、空を飛ぶことだってできちゃいます。もう何でもありじゃねえか。そして最後に、自分の歩いたブロックをカラフルな色に変えてくれます。わあ、綺麗だねー。っていう最高に便利な機能を備えてるんだけど、そんな1億の価値があるこちらの品を皆さんにおすすめします。もはやただのチートツールなんだよなー。